ノンシンクロトランスミッションは変速機構に回転速度を同期させる機構を持たないマニュアルトランスミッションである。主にトラクターなどの農業機械や大型の貨物自動車、オートバイなどで用いられている。この内常時工房式のものはドグミッションとも呼ばれる。乗用車をはじめとする一般的な自動車にシンクロメッシュが普及した一方で農業機械や 建設機械などのように走行速度が遅い車両や変速機への負荷が大きい操縦量が40トン級あるいはそれを大きく超える貨物自動車あるいはオートバイなどにはノンシンクロトランスミッションが利用されているまた一部の車種に搭載される副変速機はノンシンクロトランスミッションである場合が多いコンスタントメッシュトランスミッションにおいて ギアセレクターは軸と同じ回転速度で回転し、歯車は軸に対して自由に回転している。あるギアが選択された時ギアセレクターが歯車の一つと噛み合って軸のトルクを伝達する。ギアセレクターのハブは軸に沿って付けられた多数の溝によって回転方向には固定され軸方向にはスライドできるようになっている。ギアセレクターの外周には円周上に 溝が切られていて、円弧状のセレクターフォークが組み合わされている。シフトレバーを操作すると対応する、セレクターフォークが軸方向に動き、ギアセレクターをスライドさせて、歯車とギアセレクターが噛み合う。この噛み合い構造は摩擦などによらず断続を行い、ドッククラッチと呼ばれる。シンクロ機構が軸と歯車を同調させるまでにかかる、時間が不要で素早い変速が可能であるが、 ノンシンクロ機構の場合は運転者が同調させなければならないためシンクロ機構に比べると操作が難しい。シンクロ式トランスミッションに比して変速時の音や振動が大きい。これはシンクロ式が隣り合う変速弾の歯車の回転数を擦り合わせるのに対し、道具ミッションは噛み合いクラッチでいきなり結合することに起因する。 オートバイでは伝達トルクが小さいことと最終減速機構がチェーン駆動のものが多くある程度の衝撃吸収能力を持つことから問題視されない。一方、市販の自動車、こと乗用車においてこの欠点は敬遠され変速装置の発展過程でシンクロ付きトランスミッションにとって変わられた。シンクロメッシュは変速操作を容易にするために開発されて自動車に広く普及した。 ノンシンクロトランスミッションは競技用の車両に採用される例が多い。素早い変速が行えるため、変速時の車両空想時間が短縮できる。テクニックによっては、クラッチ操作の時間も不要とすることが可能である。シンクロ機構の主要部品である、シンクロナイザーリングは摩滅消耗を前提とした材質であるため、強大なエンジン出力に見合った強化設計が難しい。 同じくシンクロ機構はマメツ消耗を前提としているため、競技に用いるには信頼性において不安要素となる。シンクロ機構が破損した場合は、ミッションブローに直結する。シンクロ式トランスミッションに比して部品点数を減らすことができ、競技に用いる場合は信頼性向上に寄与する。部品点数が少ないため、設計によっては軽量化が望める。 シーケンシャルシフトパターン機構とドグミッションとは構造上相性が良く操作上でも自動車競技においてシフトミスを低減するためにシーケンシャルシフトパターンは歓迎されほとんどのドグミッションに採用されている市販車での採用例は極めて例が少ないが2019年に発表された k ニングセグジェスコはライトスピードトランスミッションと呼ばれる マルチクラッチトランスミッションを搭載している。現代のオートバイに採用される変速機の宇宙弾変速機はほぼ例外なく、常時交互式のノンシンクロトランスミッションで、シンクロ式トランスミッションは普及していない。オートバイにおいてシンクロ機構が普及しなかった理由は、小型軽量化とコストメリットという設計要求の、他にオートバイの変速操作は足で行うことから、 自動車で普及しているエッジパターンのような二次元的な操作は困難であり、それゆえ一方向の往復動作で一段ずつ変速操作を行うシーケンシャルシフトパターンとなった。結果として四速から二速などの飛び越し変速は考慮外となる。飛び越し変速を考慮しないためその際の変速段間の強力な同調性能は不要であり、 隣接する変速段間の繊維だけ考慮すればよく、それは、ドングクラッチ機構で十分まかなうことができたという、背景がある。歯車の組み合わせによる、手動変速機は、フランスの自動車メーカー、パナールの創業者であるルイスルネ・パナールとエミール・ラバッサーによって19世紀末に発明された。この変速機は、複数のギア比を持つ全身ギアと一つの交代ギアを、備え、ギアは、 複数の軸上をスライドして噛み合う選択修動式で常時噛み合い式ではなかった。そのため、現在普及しているシンクロメッシュ機構付きの常時噛み合い式に比較すると変速操作が難しく変速時の際に歯車にかかる負荷が大きく耐久性は低かった。1929年、キャデラックの RA トンプソンによって自動車用トランスミッションのシンクロメッシュ機構が 発明され、日本車でも1936年のトヨだ、A 型乗用車に採用されるなど、世界中の自動車に普及し、ノンシクロメッシュトランスミッションを採用する自動車は、少数となった。ノンシンクロトランスミッションは、他の形式のトランスミッションと異なり、インプットシャフトや、アイドルギアの回転速度を遅くしたり、回転を止める機構を備えている場合が多い。 商用車ではこの機構をクラッチブレーキと呼び、多くの場合は摩擦面を持った円盤状の構造である。円盤はレリーズベアリングとトランスミッションケースに固定された摩擦面との間に配置され、クラッチペダルを床まで完全に踏み込むことで摩擦面が接触してインプットシャフトに制動力がかかる。この機構は停車時にギアを接続する際にのみ利用されるようにと。 されている。その一方で、踏み込んだクラッチペダルを少し戻さなくてはギアを入れることができない場合があるほか、走行中やギアが回転している最中に動作させるとクラッチに深刻な損傷を及ぼす場合がある。クラッチブレーキは消耗品であるため、定期的に修理あるいは部品交換を行わなければ、操作不能になったり、機能を失ったりする。カウンターシャフトブレーキとは、 インプットシャフトと噛み合い逆回転しているカウンターシャフトにブレーキをかける装置のことである。目的はクラッチブレーキとおおむね同じ。クラッチを切った後でもしばらくの間インプットシャフトおよびカウンターシャフトが惰性で空転するため発進ギアへの挿入の際に引かれて手を痛めたりギアを痛めたりミア泣きをし即座に発進できない場合も多くそれらを抑止するために使用する。 クラッチブレーキは操作者の意図しない時に作動する場合が多く代わりにシフトレバーにブレーキスイッチを設け手動でカウンターシャフトを停止できるようにしたもの。日産ディーゼル CW67GT 等に使用されていたイートンフラー製球団マニュアルトランスミッションに採用されていた。イスズ自動車の開発したスムーサージー等に採用されている。スムーサージーの場合は カウンターシャフトの回転速度を制御しギア同士の動期を行う働きをしている。ノンシンクロトランスミッションのシフトフォークとシフティングギアノンシンクロトランスミッションは操作するオペレーターが構造を理解して適切な変速タイミングを訓練によって熟知していることを前提に設計されている。大型商用車のドライバーは自動車学校で教えられるダブルクラッチの技術を使用して ノンシンクロトランスミッションの操作を行う。極めて熟練したドライバーになると、一度クラッチを踏まずに強制的にニュートラルレンジにシフトした後に、シフトアップの場合には、インプットシャフトの回転数低下を見計らい、シフトダウンの場合には、ヒール等などの技術も併用して、アクセルペダルを煽って回転数を正確に調整してからシフトを行う、ことで、 クラッチチをを使用せずにシフトチェンジを行うことができる。この技術はフロートシフトと呼ばれる。フロートシフトは各段のギア比を完全に把握し回転数調整を完璧に習得しているものであればすべてのギアシフト方法の中で最も早く変速を行うことができるためレーシングドライバーの中にはフルシンクロトランスミッションの車両であってもこの技術だけを用いて レースを行うものも存在する。日本国外の運送業者が用いるノンシンクロトランスミッションを搭載した超大型輸送車両は、積載重量がショートトレーラーであっても36.3トンから40トンを超える車両であり、最高速度70マイルまでの間に24段のギアを用いるようになっている。トラクターやコンバインなどの多くの農業機械で用いられる。 ノンシンクロトランスミッションのギアは、ハスバハ車が用いられる。建設機械では経験の浅いオペレーターが、フルパワーを用いるための低速ギアに変速できずに、作業中に立ち往生したり、あるいは、下り坂で変速しようとして、ニュートラルに入れた後に、他のギアに変速できずに暴走を起こす事故が、発生する場合がある。これは彼らが、 変速時の回転動機技術を習得していないことや、機器のトルクとノンシンクロトランスミッションの特性などの問題に起因していて、多くの山岳道路では、重機のオペレーターは、途半や下りの中途で、シフトの変更を行わずに通過することが推奨されている。ノンシンクロトランスミッションのカットモデル小型車用は、シンクロメッシュ機構によりシフト操作とともに、 変速歯車の速度同調がなされるが、大型トレーラートラックのトラクターや農業機械、重機などに装備されているノンシンクロトランスミッションはシフト操作のみで変速歯車の回転速度を同調させることができない。そのため運転手は目的の変速段にシフトする前にシフト位置を一旦ニュートラルの状態にし、クラッチをつないで、 エンジンの回転速度を上げ、入力軸の回転速度を目的の変速段の出力軸と見合う速度まで上げて、クラッチを切り、改めて目的の変速段に変速する必要がある。一連の変速操作において、クラッチを2回操作することから、この操作をダブルクラッチと呼ぶ。ダブルクラッチは、特にシフトダウン操作において必須の手順である。 したがって、エンジンか回転を防ぐため運転者は各シフトレンジにおける最高車速を把握していなければならない。保護装置のないトランスミッションの場合は変速ギアの速度差によって引かれるならまだしも、ギアが欠けたり強大なトルクで変速機構ごと壊してしまいかねないので注意が必要である。なおフィンガーシフト車の場合、変速機の故障を防ぐため無理なシフトダウン操作を、 受け付けないか、最悪ギアをつながず、ニュートラルの状態にするよう保護が働くが、マニュアルトランスミッションのシフト操作を自動化しただけのものなのでシフトダウン時のダブルクラッチ操作は依然、必要である。ありがとうございます。